電子署名。電子署名とは、電子的記録、電子文書に付与する、電子的な聴証であり、紙文書における印象やサイン、署名に相当する役割を果たすものである。主に本人確認や、改ざん検出符号と組み合わせて、偽造、改ざんの防止のために用いられる。電子署名を実現する仕組みとしては、公開鍵暗号方式に基づくデジタル署名が有力である。 日本では、電子署名及び、認証業務に関する法律に基づく、特定認証業務の認定に係る指針の、第3条で、RSA、DSE、イクザの3方式を指定している。いずれも、公開権暗号方式に基づく方式である。ある文書について、その作成者として文書に記載されているもの、作成名義人がある場合、その文書が、本当に、 その作成名義人によって作成されたものであることは、通常はその文書に付されたその作成者の印や署名によって証明される。しかし、電子文書には直接印を押したり署名を付けることはできない。紙に押した印や署名をスキャナで取り込み、その画像を文書に付与しても、印や署名の画像は簡単にコピーペーストできるので証明力がない。 電子取引を普及させるためには、特に金額が大きいなど重要なものについては、取引に用いる電子文書について、作成者の保証と内容の同一性、非改ざん性を実現する仕組みが必要となる。つまり、通常の紙文書に用いる印や署名に相当する電子文書の作成者の証明が可能な仕組みであり、電子文書は改ざんが容易であるので、電子文書が改ざんされないか、 または改ざんされた場合に、それが検出できる仕組みである。電子署名方式には、鍵生成アルゴリズム、署名、生成アルゴリズム、検証アルゴリズムという3つのアルゴリズムがある。鍵生成アルゴリズムは、事前準備にあたるアルゴリズムで、署名をしたいと思うユーザーは事前にこのアルゴリズムを行う必要がある。ユーザーがこのアルゴリズムを実行すると、 アルゴリズムはそのユーザーの公開鍵及び秘密鍵と呼ばれるデータを出力する。印鑑に例えて言うと、秘密鍵は実印に対応するもので、公開鍵は印鑑称号に使う、代し印鑑登録証に対応するものである。ユーザーは鍵生成アルゴリズムを実行する際、セキュリティパラメータと呼ばれる値をこのアルゴリズムに入力する。セキュリティパラメータは、 署名文を寄贈することの困難さを表した尺度ある。さらに鍵生成アルゴリズムには、乱数も入力される。鍵生成アルゴリズムが実行されるたびに異なる。乱数が選ばれるので、ユーザーごとに異なる公開鍵、秘密鍵ペアが割り振られることになる。各ユーザーは、秘密鍵、実印に、相当多人が使用することができないように保管する。一方、公開鍵、 印鑑証明書に相当を皆に公開する。よってユーザーの秘密鍵を知っている、使うことができるのはユーザー自身だけであるのに対し、そのユーザーの公開鍵はすべてのユーザーが容易に知り得ることになる。公開鍵、秘密鍵をそれぞれ検証鍵、署名鍵とも言う。一度事前準備を済ませたユーザーは何度でも秘密鍵、署名鍵を用いて電子文書に 電子署名することができる。電子署名するには、まず署名生成アルゴリズムにメッセージを入力する。すると署名生成アルゴリズムはメッセージに対する署名者の署名文を出力する。署名を作成したユーザーをその署名文に対する署名者という。署名者は署名文を作成する際、メッセージとともに自分の秘密鍵を入力する。 署名者の秘密鍵を知っている、使うことができるのは署名者本人だけのはずなので、署名者以外の人は同じ方法で同じ署名を作成することはできないことになり、この性質が電子署名を付した電子文書の作成者を識別する根拠になる。署名者はメッセージとそれに対する署名文を他のユーザーに送る。メッセージと署名文を受け取ったユーザー、検証者は これらを入力して検証アルゴリズムを実行することで、署名文が正しいかどうかを検証することができる。この際、検証者は検証アルゴリズムに署名者だと推定されるユーザーの公開鍵、検証鍵も入力する。公開鍵は公開情報なので、検証者は署名者の公開鍵を知ることができる。検証アルゴリズムは署名文が 本当にそのユーザーによって作成されたか否かを判定し、その結果を出力する。検証アルゴリズムが署名文を正当、バレットだと判断したことを検証アルゴリズムが A 署名文を受理、アクセプトした、もしくは署名文が検証を通過したという。それに対し検証アルゴリズムが署名文を不当、インバラドだと判断したことを検証アルゴリズムが 英書名分を棄却、リジェクトした、もしくは、書名分が検証を通過しなかったという。公開鍵を公開する際には、信頼できる第三者機関を介して公開することが望ましい。各公開鍵を公開鍵の持ち主と対応させる方法はいくつか知られているが、代表的な方法は以下の二つである。一般に、電子署名は、単なる本人認証よりも偽造。 改ざんの防止を目的とする場合が多い。その場合には署名生成アルゴリズムに入力するメッセージとして文書そのものではなく文書の改ざん検出符号を用いる。これは電子署名のサイズを文書のサイズに対して小さくする効果もある。不適切な改ざん検出。例えば改ざん検出の代わりに CRC 等の誤り検出を入ると電子署名が施されていても 偽造や改ざんが容易になる。このことから、電子署名は、用いられる改ざん検出符号を含めて評価される、ことがある。は、文書は、その成立が申請であることを証明しなければならない。と規定する、228条1項。民事訴訟では、ある文書を、その作成者として記載されているもの、作成名義人によって、作成されたものとして証拠に用いるには、 まずそのこと、その文書が、本当に、その作成名義人によって作成されたものである、ことイコール神聖な成立を証明しなくてはならない。例えば、孔がオツを訴えた訴訟において、孔、オツの署名要因がある契約書を孔が証拠として用いるには、孔自身については辞任すればよいとして、孔自身については辞任すればよいとして、にそのに契約書を作成したということまず証明しなければ、ならない。 しかし過去のある時点で行われた作成という行為を証明するのはなかなか困難なことである場合が少なくない。その負担を緩和するため民事訴訟法は228条4項で私文書は本人またはその代理人の署名または応印があるときは申請に成立したものと推定する。と規定し229条1項では文書の成立の神秘は 筆跡または陰影の対象によっても証明することができると規定している。これにより、公は契約書にあるオツのものとして付されている署名応印が確かにオツのものであるということを証明すれば、反証されない限りその契約書を証拠として用いることができるのである。そして、その契約書にオツの実印による応印がされていて、かつその陰影が オッツの印鑑証明書のそれと一致するのであれば、その応印がおツの意思によるものであることもまた経験則上を容易に推定され。オッツの実印による応印と印鑑証明書が付されていることによって、その契約書は、それに反する事実をおつが証明しない限り神聖な、成立の証明に多大な労力を費やすことなく、証拠として用いることできるわけである。 電子署名法は、電子文書はその内容について本人による電子署名が行われているときは申請に成立したものと推定すると規定している3条が、これは民事訴訟法228条4項の電子文書版というとができる。電子署名方式、電子署名方式、デジタルシグネーチャースキームは、平均多項式時間確率アルゴリズムの3つ組、G、S。 V である。電子署名 GSV は次の要件を満たさねばならない。BR カレドネス、正当な署名者が作った署名文は検証を通過する。BR セキュリティ、検証を通過するのは正当な署名者が作った署名文に限る。ただし、ここで正当な署名者というのは検証に用いた公開鍵に対応する秘密鍵の持ち主を指す。 任意の平分メートルに対し、BR フォーミュラ1はオーバーアメルミング、BR 電子署名の安全性、セキュリティの要件をより厳密に定義する。検証を通過するのは、正当な署名者が作った署名文に限るというのが、いかなる条件下で、いかなる目標を達することを指すのかによって、電子署名方式の安全性の定義は、数種類に存在するが、単に、 安全といった場合選択文書攻撃に対する存在的未造不能性、XS t l アンフジャビラティアゲンスト著戦、メッセージアタック、EUCMA と略数を指すことが普通なので、ここではこの定義を紹介する。準備 BR フォーミュラ2を電子署名方式とし、K をセキュリティパラメータとする。A を電子署名方式フォーミュラ3に対する攻撃者とする。 攻撃者 A を用いて、次のような実験、エクスペリメントゲーム、ゲームとも言うを行う。BR まず1を入力として鍵、生成アルゴリズムを走らせ、公開鍵、秘密鍵ペア、PK、SK を作る。そして、PK と K を攻撃者 A に渡す。BR 攻撃者 A は実験の最中、署名オラクルを、SK に任意の回数アクセスすることができる。 署名オラクルとは、攻撃者 A から平文、M を送信されると、秘密化に SK を使って、M に対する署名文 S イコール S、M を作成し、S を A に送信するオラクルのことである。BR 攻撃者 A の目標は、平文 M と署名文 S との組 M、S で検証通り、しかも署名オラクル王に、M を送信していないものを出力すること。そのような、M、 S, S を作成できれば A の勝ち。そうでなければ A の負けである。BR 以上の実験をより形式的に書くと以下の通り。BR-BR BR エクスペリメント BR 実験で A が勝つ確率をフォーミュラ10と書くことにする。10、この記号は比較的よく使われるものの必ずしも皆の合意が取れた記号ではないので使用するときには一言説明が必要である。 br ただし、ここで、確率は g, s, v, a の内部乱数をランダムに選んだ時のもの。br 定義 br フォーミュラ2を電子署名方式とする。任意の平均多項式時間確率アルゴリズム a に対し、フォーミュラ10が k に関しネグリジブルな時、電子署名方式フォーミュラ3は、選択文書攻撃に対し、存在的偽造不能であるという。 RSA 署名、エルゲマル署名、ディーセ署名、シュナー署名、クラーマーシュップ署名、ダエン・エルゲマル署名、ダエン曲線ディーセ署名、ダエン・シュナー署名など様々な署名方式が知られている。RSA 署名、エルゲマル署名はそれぞれ素因数分解問題、スカラダの情報群上の離散対数問題をもとにした署名方式である。この二つの署名方式は 暗号理論の研究の初期に提案された署名方式であるのでに有名である。しかし、RSA 署名は、教科書的な RSA 署名は、存在的偽造可能であることが自明なので、CMAF 安全ではないし、l g ゲ m ル署名は CMAF 安全であろうと予想されているもの、CMAF 安全であるかどうか分かっていない。d e 署名は l、l g m、AL、署名の変形版であって、 米国ニストの標準暗号になっているが、安全性については同様である。シュナーア署名は、スカラダの情報群上の離散対数問題の、混乱性とランダムオラクル過程の下で、CMAF 安全であることが示されている、署名方式であり、エルゲマル署名と同程度の効率を持つ。ランダムオラクルは、暗号理論の研究で、よく使用される概念であって、ハッシュ関数が、 十分ランダムに振る舞うということを理想化した概念である。ランダムオラクル過程は、ランダムオラクルが存在するという過程であるが、ランダムオラクルはあくまで現実を理想化したものであり、現実的には存在し得ない。クラーマー・シュップ署名は、ランダムオラクルのような理想化された過程を用いないで、安全性が示せるもので、かつ効率的な初めての署名方式であり、 共 RSA 過程のもとで CMAF 安全であることが示されていて RSA 暗号の数倍程度の計算量で署名作成、検証が行える。エルゲマル署名、ディーセ署名、シュナー署名のようなスカラダの情報群上の離散対数問題をもとにした署名方式はスカラダの情報群の代わりに楕円曲線群を用いて計算量を少なくし しかも署名帳を短くすることができる。楕円曲線群を用いたエルゲマル署名、シュナー署名を、それぞれ楕円エルゲマル署名、楕円曲線ィーセ署名、楕円シュナー署名と呼ぶ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。